新チャンネルジュンでございます。本日ですが、まあセブンナイツ2に関してちょっとお話ししていこうかなと思います。では参りましょうか。スタート。はい、ということですが、本日はセブンナイツ2に関してお話ししていきますと。ということで、まあ結構いろいろね、アップデートがあるわけじゃありませんが、セブンナイツ2に関しての情報がかなりちらほらどころじゃないね、かなり出てきてはおりますということで、こちらお知らせの方に来ています。事前登録記念キャンペーンというものがあります。ギガンテス討伐戦開催ということになっております。こちら、まあ登録することによって何らかの、iPhone 13 Pro やAirPods、Amazon ギフト券のコードが抽選で当たるチャンスということなので、まあ、もしやる、やらないというのは、まあ、先に置いといても、ちょっと登録だけしてみるっていうのも手かもしれませんということで、この登録に関してですが、今週の水曜日まで、先行プレイができますけど、いかがしますかみたいなイベント企画やっておりました。そこに登録して、もし抽選の上当たると、まあ、プレイが皆さんに、ゲームがダウンロードできる前に先行プレイができるという、テストプレイできるという感じで、応募していたんですが、それがなんと昨日10月22日金曜日に、まあもし抽選で応募が当たった方には連絡がありますという形で、なんと私メールが来ましたので、そちらの方をちょっと読んでいきましょう。はい、こちらになります。セブンナイツ2先行体験傭兵団員募集当選のお知らせということで、私見事、当選させていただきました。ということで、実際このプレイができる日程などが書いてありますので読んでいきましょうか。先行体験日程が11月3日から3日水曜日18時から11月8日月曜日までとなっております。11時59分、まあこれ午前中までという予定になっておりますね。5日間の間、まあちょっとでもね、はい、前もって体験してみたいとは思います。そしてこちらね、ちょっとね、上限あったのが、動作環境が iOS でしか今のところできないという形なので、先行プレイは Android スマホじゃなくて iPhone 持ってるとか iPad で持っている方々がまあ対象にはなっていたという感じにはなっております。この参加したことによってアンケート取らせていただきますということも載っております。そして参加方法、これね、皆さんご存知かどうかわかりませんが、テストフライトというアプリがあります。こちらダウンロードしてください。これがですね、まあいろんなセブンナイツだけではなく、他のゲームとかでも先行プレイができるような形を取らせていただくときに、必ずこれダウンロードしておかなくてはいけないソフトになってます。これもしかしたらApple さんが出してるソフトウェアなのかどうなのかなという感じもあるんですが、まあこれをちょっと手順を追っていくとできると思います。僕前回やったのはね、この三国志のなんかのゲームの時に先行プレイのやつやらせていただいたような記憶があります。はい、結果的にはテストプレイしか多分それしてないで終わっちゃったんですけどね。まあしっかりした手順が載っております。そしてアプリ自体は10月29日にインストールができる予定にはなっていますということが書かれておりますね。はい、あとはこちらですね、気になっている点は先行体験傭兵団員ミッションっていうのがあるんですよね。まず体験プレイを投稿しようということで、自身のアリーナまたはレイドのプレイ映像を撮影して応募したツイッターアカウントで投稿するだけで、アップストア、iTunes ギフトカードを3000円分もらうことができます。これがね、ちょっとわからないのが、抽選かどうか書いてないんですよね。抽選かどうか、もしかしたらこの先行体験に当選された方、ツイッターでこう上げプレイ映像を上げるだけで確定3000円なのかな、これ。まあ、もちろんその何回も何回も出して3000が6000とか9000とかってなるわけじゃないけど、これプレイした人の中からどうかっていうのは書いてない。これちょっとね、分かんないんで、もしこれ応募当選された方、必ず応募1回はしてみるといいんじゃないかなと思います。もしかしたら3000円が手に入るかもしれませんよね。で次行きましょう。
アリーナでレイド上位を目指そうと。アリーナ及びレイドの順位に応じて豪華賞品がもらえるイベントを開催いたしますと。期間はまあプレイの最終日まで11月5日の午前11時59分までとなっております。これがですね、アリーナ通常戦で最終順位が高い順に景品をプレゼントと。これがまたすごいよ。テストプレイなのに、まあ、他のゲームのメーカーさんが果たしてこういうことやってるかどうか僕ほとんど知らないんですよ。1回ぐらいしかこのテストプレイのやつ参加したことないんで、なんと1位の方 iTunes ギフトカード7万円分セブンナイトかけて7万かな。めちゃくちゃすごいよねこれで。 3位じゃない、2位が3万円そして3位が1万円となってますね。1名様ずつ1、2、3位。まあこれどのくらい難しいのかわかんないけどね、まあこの5日間の間に、これ果たしてアリーナってセブンナイツ2どんな感じなのかね。ちょっとゲーム内容自体がね、僕普通にリネージュ的な感じでどんどん進んでいくようなゲームかと思ってたんで、アリーナって1対1で戦うとかそういうこと、そういう部分があんのかな。僕はああいうゲームって苦手なんだよな。それ系なのか。僕は冒険系しかねあんまり興味がなかったので、ちょっとこの辺あるのは知らなかったな。でレイド、まあレイドはよくね、大きなボスがこの時間帯に発生しますんで皆さんで倒しましょうみたいなので、よくあの手のゲームありますよね。でボスを討伐して獲得したポイントが高い順に景品をプレゼントと。ポイントはレイドボスを倒すと獲得ができる。また難易度が高いほど、ポイントを多く獲得することができますと。1、アップストアギフトカード7万円分レイド、つまりこれ PVE 系の方で頑張った人も7万円分すごい。アリーナともうランク一緒ですからね、ランク一緒ほんと。で3万円が2、そして1万円が3位という形の、プレゼントという形になってますね。すごいなこれ。で注意事項系見ていきますと、さあまあさすがですけど、先行体験では有料アイテムの購入はできませんというのが書いてあります。わお。つまりマジやり込みと腕持ってる方が本当にアリーナもレイドもきっと1位になるんじゃないかなという感じでしょうね。水曜日から月曜日なんで、まあ土日が激アツかなという感じでしょうかね。で水曜日、まあこの日ね、僕ねなんと仕事だけど家に18時ぐらいには家帰ってくるから、まあ開幕ですぐできるとは思えないけど、ちょっとただ水曜日にはもう実際プレイはできる環境には仕事が多分終わって帰ってきてるのでできると思います。なのでまあその時はやってみますと。いやーこれはね5日間まあやってみて本編やるかどうかって考えちゃうね、ちょっと。特にアリーナが一体どういった形式なのか、これの辺はちょっとみんな気になってるところ、もしかしたらもうすでに情報的にはツイッターなり、公式の方からこうアリーナってこういうのだよっていうのが出てるのかもしれませんけどね、ちょっと前もってねどんな形かっていうのはちょっと検索してちょっとしておこうかなと思っております。ということで今回セブンナイツ2先行体験傭兵団にはなんと当選させていただきましたというご報告でした。おい、ということで最後ですが、まあ皆さんね、私ね、ギルド解散がもうちょうどこの11月3日ぐらいだねかって正直今更ながら思ったけど、詳しいちょっと日程とかちょっと分かってないんですけど、最後これ11月4日木曜日がメンテナンスがあるかどうかですよね、セブンナイツ自体のね。そこまでがギルド戦かな、もしかしたら。実はですね、私ね未だにね次のギルドを決めてない状況下でございます。なんかこうまだ実感しないんですよね、ギルド解散して。じゃあ自分がどこに行くか一旦野良ってみるっていうのもいいかもしれないし、ギルドからみんながこうしっかり出たところでギルド自体を解散ぶっ壊すという形にしてもいいのかなってちょっと思ってます。なかなかねまだ決まってなくて、ちょっといさせてくださいっていう方が残っちゃうと俺が勝手に解散しちゃうのもどうなのかなと思って、まあちょっとその辺まだ今後ギルドのメンバーと相談しつつちょっとやってみようかなとは思いますけど、どうしようかね。
いくつかねお声かけてもらったりはしてますが、まだね決めてないんで、まあもうちょっとゆっくり考えようかなと思います。あ、ゆっくりできる環境でね、ちょっと僕はセブンナイツ2の方、やってみたいと思いますんで、あんま忙しくないギルドの方でのんびりと暮らせたらなと思っております。はい、ということで本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッチョブチャンネルをご視聴ください。